クリスマスローズ大好き野々口実の園芸ノート。皆さんこんにちは。クリスマスローズ大好き野々口実の園芸ノートです。前回の動画クリスマスローズの肥料その1では肥料の与え方についてお話ししました。今回は引き続き肥料成分、肥料の種類、肥料成分の比率などについてお話しします。なお前回同様、どちらかというと関東地方以西の平野部の団地での鉢栽培を念頭に置いた話となります。肥料成分、肥料とは基本的に肥料の3要素といわれる窒素、リン酸、カリウムを一定比率以上含むものを言います。 NPK という言葉をよく聞かれると思いますが、この窒素、リン酸、カリウムのことです。窒素は葉や茎を育てる効果があるので葉越えとも言われます。しかし多く与えすぎると根腐れや病害虫の被害を引き起こしやすくなるので要注意です。特に夏場は与えないでください。リン酸は開花や結実を促すため花越えとか実越えと言われます。クリスマスローズは花、実際には萼片ですが花を咲かせるためリン酸分の比率の高い肥料を与えます。リン酸は土壌が弱酸性の状態で根が出す根酸で分解されてよく吸収されます。そのため与えすぎによる障害はありません。ただし液肥の場合は高濃度で与えないでください。カリウムは光合成に寄与し根の発育を促し病害虫に強い株を育てるため根越えとも言われます。不足すると根の生育が阻害されます。肥料の種類、肥料には動植物の糞や遺骸などを原料とした有機肥料と化学的に合成して作られた化学肥料があります。そして化学肥料の中でも窒素、リン酸、カリウムのうち2種類以上を含むものを化成肥料と言います。クリスマスローズの栽培では化成肥料でも有機肥料でもどちらでも良いのですが、排水性に優れた培養土を使用すると比較的有機物の量が少なめになるので私は有機肥料を使用しています。有機肥料は効き目が穏やかで植物にも土にも優しい肥料です。また化成肥料と違って NPK などの主要成分だけではなくて植物の生育に必要な微量成分も含まれているのでバランスが取れています。ただし未熟な有機肥料は植物に害を及ぼすので避けましょう。
ちゃんとした肥料、少々高いかもしれませんが、ちゃんとした肥料を使用しましょう。肥料成分の比率。肥料には585などの数字が表示されています。これは肥料に含まれている窒素、リン酸、カリウムの成分比を表しています。全体を 100g とした時のそれぞれの重量を示し、585とあれば 100g 中に窒素が 5g、 リン酸が 8g、 カリウムが 5g 入っていることになります。このように窒素、リン酸、カリウムの成分比率を並べて表示して、中央のリン酸の比率が高くて窒素とカリウムが低くなるタイプは、ちょうど山型の形状の比率分布になるため山型のタイプと呼ばれています。クリスマスローズの栽培では花や実つきを良くするリン酸分を多く含むこの山型タイプの肥料がおすすめです。まとめ。クリスマスローズの肥料についていろいろとお話ししましたが、前回の動画の内容も含めてまとめてみると、1、クリスマスローズの施肥期間は大まかには活動時期の10月から5月の間です。2、通常の管理ではリン酸成分の比率の高い山型タイプで、完熟の緩効性、飛行期間は2ヶ月ぐらいでしょうか、緩効性の有機肥料を団地では追肥、まあ置き肥として10月と3月に与えます。ただし植え替えを行う場合、3、秋10月の植え替えでは元肥を培養土に混ぜ込みますが、施肥量は少なめにして不足分は置き肥で調整します。4、春3月の植え替えでは元肥は使用しないで置き肥を与えます。これは一つの決め事として私が提案するものなので、皆様ご自身の管理や栽培の目的に合った施肥を行ってください。あくまでも参考にしていただけると嬉しいです。最後に施肥に関する注意事項ですが、植物に元気がないと元気をつけようと思い一生懸命に水やりしたり肥料を与える方がいますが、これは全くの逆効果です。植物が根腐れや肥料焼けなどが原因で弱っている場合、施肥をすることでますますダメージが大きくなりますので注意してください。今日の動画はここまでです。それでは次の動画でお会いしましょう。クリスマスローズ大好き野々口実の園芸ノート、皆さん励みになりますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。